今回のハウトゥーナビはスノコで簡単 DIY キッチン収納棚の作り方を紹介していきます。用意する材料と道具はご覧の通りです。スノコをペンチやハンマーで分解します。分解したスノコの枠板と底板を画面のサイズにカットします。同じように棚板も画面のサイズにカットします。画面の位置に木材が割れないよう丁寧に下穴を開けます。接着剤で枠板と底板を画面の位置に仮止めします。接着剤が乾いたら下穴にビスを使って固定します。組み立てたフレームに棚板を接着剤で仮止めします。接着剤が乾いたら下穴にビスを使って固定します。最後にキッチンの収納スペースに棚をセットして完成です。いかがでしたか？スノコで作るキッチン収納棚の作り方、ぜひチャレンジしてみてください。